皆さんこんにちは。今日は2021年8月14日、土曜日です。この動画は、ゆっくりボイス、落書き式素材を使っています。それでも構わない方は、ゆっくりしていってね。今日は、マリオ 3D ワールドやっていきましょう。今日は、誰になるのかな？どこ？ここかな？触って、引き出しさんなく。私が。個人用データで遊んだよね。説明割愛だよ。ポインターだっけ、操作難しい。虹色の台を動かす前に、鉄砲に引っ掛けてコイン稼ぎ。小さいクリボーは面倒だから、関わらないようにするよ。さっきの台はそこがなかったね。うん、身投げします。身投げした場所は、ハンコのある楽園でした。どういうこと？あ、一応倒していくんだね。そりゃもちろん、友達はボールだからね。どういうこと？ポインター難しい。ポインター難しい。むずい。ここってどうやって取るのが正解なんだろう。壁キックで上がれるんなら、最初からそうすればよかったのに、その発想はなかった。暇だから遊んでよ。今乗ろうとしたら落ちたよな。危なかった。小さいクリボー面倒い。ダメージ。なんか、雲見えたね。あそこに2個目のグリーンスターがあるんだよ。なんかポイント見逃したけど、グリーンスターは取れたからいいか。残り100秒切ったね。あとちょっとだし問題ないかな。
のフリーンスターも取ったし、あとはゴールするだけ。今ちょっと危なかったね。なんか焦ってる。引き出して登ろうとしたけど、猫で登ろう。少しずるい気が。にゃん。という感じで今回は終わりましょうかね。の前に、土管の先は何ゼロな。キノピオの家だね。ダメージ食らって、アイテムが欲しくなった人がここに来るって感じで、まあ、来ないのが一番なんだけどね。ということで、今度こそ終わりましょう。また次回のマリオ 3D ワールドでお会いしましょう。バイバイ。